ここからはシリスポホークスキャンプ情報です。タマスタ地区のスタジアム DJ 私カイラがお届けします。よろしくお願いいたしま す, お願いします。ちょっとふざけないでくださいよさあ、ホークス宮崎キャンプもいよいよ今日から第5クールがスタートいたしました、はい今日から後半戦スタートということでございます、うん、今日も未来を担う若鷹がたっぷり出てきます。ぜひ覚えてください。ホークス春季キャンプ今日から後半戦第5クールがスタート。キャンプ地宮崎は降水確率が高かったんですが、ご覧のようにいいお天気、それもそのはず、うん、晴れ間をもたらす熱い男がまたもや宮崎にやってきてたんですね。さあ今日の注目はこちら、4年目の井上智也選手。昨シーズンから大きく成長を遂げた選手で、フリーバッティングでもものすごい打球をかっ飛ばしてたんですね。先輩の栗原選手とサードのレギュラー争いを繰り広げる今シーズン、4年目にかける強い思いを胸に抱いています。まずは開幕一軍を取ることと、100試合以上試合に出たいですね。一軍で一緒に自主トレはしてきましたけど、やっぱりライバルですし、まあ、追いついて追い越さないといけない立場でもあるんで、2人ともバッティングが長所の選手だと思うので、そこが負けたらやっぱりレギュラー取れないので、そこを負けないように頑張っていきたいです。その言葉通り、先日の紅白戦2試合では長打2本を放ち3打点の大活躍。大きな壁に挑む今シーズン、4年前のドラフト1位が燃えています。やっぱ実績は差がすごくあるので、まずはしっかり結果を出していち早くレギュラー取りたいんで、まずは今年しっかり1軍に定着して信頼を勝ち取っていきたいです。一方こちらは今日の早朝、全体練習よりも前にバットを振り込んでいたのは、今売り出し中の育成中田圭介選手に、同じく育成の川村優斗選手。財津さん、これまで早朝の城島塾ご紹介してきましたけども、はい、ね、実はこの2人も早朝練習をほぼ毎日欠かさずに行っているんですよね、はい、今がまさに支配下登録への正念場なんです。中でもチーム1の練習の虫と言われるのが、福大大濠福岡大学出身の中田選手。一体どれほどの練習を行っているのか、それがよく分かるのが、おとといの紅白戦の後に行われた守備練習。牧原選手、三森選手も加え、セカンド3人衆で行われた見どころたっぷりのノック、ご覧ください。ほら来い、はい、正直、ああ無理無理無理、すぐ戻ってこい、すぐ戻ってこい、お前疲れとるやん、うちの先輩の方が元気やん、お願いします。どうなっとるやん、頑張れ、まだまだ、やりますと一本の強さが大事なんや。はいはいはい、これヒット打っても一緒なんや、それしたら、おいおさす、した、頑張れ、ほらこれいける、あーお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 ー、本田コーチに言ってます。今俺に言った、今、はい、はいって言うの、はい、このように少し冗談を交えながらのノックは、みんな泥だらけでヘトヘトになりながらもみっちり続けられました。さあこれでやっと一息かと思いきや、牧原選手の視線の先には、なんとさらにノックを受ける中田選手の姿。これ早朝練習が終わって、紅白戦が終わって、みんなできついノックをした後のおかわりのノック、ちょっと信じられません。なんか昔の自分を見てるみたいですね。若いうちにいっぱい練習しておけば上手くなるんで、頑張ってほしいです。伸びしろしかないです。嬉しいですよ、この言葉は。ノックを終えた中田選手には大きな拍手が送られました。練
練習の虫って言われる理由が分かりましたね。そうですよね、うん、もう練習を終えただけで拍手が、うん、そうね、なんか気持ちいいですね、見てても報われてほしいこの努力、うん、そう実ってほしいですよ ね。で本当にもう支配下登録が目の前という感じになってきているんですが、やっぱ僕もやっぱタマスタ2軍球場でずっと DJ してますので、はい、もう人一倍ちょっと気持ちが入っちゃうんですよ。もうずっと試合で出場してる姿も見てきましたし、試合が終わった後コーチと一緒にグラウンドに出てきて、お客さんがいない球場で練習をするんですよ。だからもう中田選手が練習終わるまでもスタッフの皆さんも帰れない、片付けがでも素晴らしい練習の虫ですよ。でもそれを見てるスタッフのみんながやっぱり応援したくなる、ね、ね、そう頑張れとみんな思ってるというそんな選手なんですよ。でもあの本田コーチに言ってましたっていう牧原さんのパスはあれ排除ダメでしょ、はい、そこはちょっと強気に言った方がいいんじゃないですか。牧原選手に言ってましたってなんですけどね、中田選手もそうですけど川村選手も頑張ってました、本当に元気のいいナイスガイタッチでございます、はい、支配下は目の前、皆さんも一緒に応援しましょう、ね。